皆さんこんにちは。今日は東京観光ができちゃうスカイホップバスになります。2階建ての屋根がないオープンバスです。このバスに乗って2階席から東京観光できちゃいます。さあ早速東京駅からスタートします。3つのコースが用意されていて、東京各所を回ることができます。まずはレッドコースから。レッドコースは浅草や東京スカイツリーなどを通ります。東京スカイツリーは登るのもいいですが、真下から楽しむのもいいです。こちらが浅草駅前、そして雷門。すごい人でにぎわっています。そして浅草を抜けた先にあるかっぱ橋道具街、こちらが上野駅。このバスは好きなバス停で降りて観光することもできます。バスの本数が約2時間に1本程度なので、ちょこっと観光してまた次の便に乗ってバス観光を再開する、そんな利用もできます。ただ席の予約ができないので混雑状況に要注意です。こちらが秋葉原駅前、そして日本橋で途中下車しました。この辺りは立派な建物が多いので、歩いて回るのもとっても楽しいです。歩きにくいほど混雑している場所はバスの上から見て、歩きやすそうな場所はバスを降りてみたりと、状況を見ながらアレンジできるのが楽しいです。さあこちらが日本橋、東海道の出発点です。歩いて東京駅まで戻ってきました。次はブルーコースに乗ってみます。東京タワーや湾岸の方を回ります。まずは皇居、先ほどはオープン席でしたが、今回は屋根付きの席にしました。窓が大きいので普通のバスよりも開放感があります。そしてインバウンド対応の音声ガイド付きです。続いて東京タワー、大迫力です。正直利用者はほとんどが外国人観光客です。ですが東京在住の自分も十二分に楽しめています。続いては湾岸エリアに向かいます。なんとオープンバスでそのまま高速道路に入っていきます。だいぶ風がありそうなので、冬にオープン部分に乗りたい人はしっかりと防寒した方が良さそうです。レインボーブリッジを渡っていきます。高速はすぐに降りまして、お台場フジテレビ、そして第三台場。ペリー来航を受けて作られた砲台場は品川台場として国の史跡になっています。ちょっと便は悪そうですが、一度は行ってみたいです。築地銀座に到着です。ブルーコースは景色が分かりやすくコロコロ変わっていくので、ドライブ感覚でとても楽しいです。渋谷のスクランブル交差点や新宿を走るグリーンコースもあります。海外や地方からお友達が遊びに来る、アテンドしなきゃという人や、たまには気分転換に東京観光デートしたい人におすすめです。とにかく乗ってるだけで景色が変わって、いろんな観光地を楽々見て回れるのは便利で、とても気に入りました。そうしているうちに東京丸の内に到着です。このバスを降りるとまた同じバス停で次のカラーのバスに乗り継げます。いい席で確実に乗りたいという人は早めに並ぶことをお勧めします。チケットはオンラインで購入すると 10% オフ、ぜひお得に楽しんでください。以上、週末観光スカイホップバスのレビューでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいね、コメントお願いします。